皆さんこんこにちは。は今日はですね、前文字を使って遊ぼうと思います。前文字はね意外とあの日本と全然関係ない文字でありながら日本語とね共通点があるんですね。例えばこんなんですよ。これあのバカルって縦って意味なんですけどこれねあの上の部分これがあの漢字みたいな感じで表意文字ですね。まあ標語文字とも言いますけどね。でこれで一応あのこれでもあのバカルって読めるんですけど下にねこのなんかあの送り柄みたいなのがついてるんですよ。ほら。これあのラって読むんですよこのおっさんの顔みたいなやつがね。 これ,あのこれがついてることによってこれがあの後ろが L で終わってるってことを表現してるそうですね。この,この字ってあのこれだけだとね「盾」って言葉がマヤ語で2つあって「あのパカル」と「マーシ」ュってのがあってそれのどっちかわかんないんでそれを何て言うか分かりやすくするためにこの後ろに「ラ」ってのをつけてるみたいですね。 これってなんかまるで、例えば、これ書きましたけど、生きると生えるみたいな感じじゃないですか。だからその、この生きるってこの木が書いてあったらイ、い、いって読むみたいな。で、生えるって、その後ろが送り画のルだったら、あの、生えるって読むみたいな。そんな感じですよね。いや、でも面白いですよね、本当に。でね、あの、ちょっとね、あの、まあ、そんな感じで、まや文字、あのこの、ま、え、や、ー、文字を書いてみよう、読んでみようと思う参考にしながらね、あの、ちょっと書いてみました。まや文字ピエンってね、ほら、どう見てもね、人の顔にしか見えないんですよね、<laughs> 人の顔にしか見えない文字いっぱいあった。例えばこれね、泥棒の顔ですよね。あこれあの月の、えっ、ー、と前、前の暦の名前ですね。で、あの、あそれから、ね、これもね、これも寝てる顔にしか見えないし、こんなんでなんか手あげてる顔、かわいいですよ、なかなか。ね、まあ、こんな感じでね、前文字結構面白いんでね、私、あの、大好きなんですけど、まあ、もしよかったらね、あのこの本を見ながらあの、遊んでみてください。はい。